始めていきましょう、水曜日八王子ワカレスバトル、第2回目、今回は 6on6 のトーナメントやっていきます。始めていきましょう、イエーイ。ありがとうございます。さあ、ワンビガマ先方出したのは原くん。まずは石膏と石膏の原くん、対するシーノくんのチーム 2P 側は出てくるのは、なんとこれはシーノくん。なるほど。さあ、 1P 側は原くんのラグナー、 2P 側がシーノくんのノエルと。さあ、ラグナーノエル、ノエルが結構なんか弱体化したって話を聞いて若干厳しい感じがしますが、さあ、ブティックバレルカウンターヒットでね、ダウンが取れながらだったっていう。さあ、いきなししゃがみくらいなんで見た目が強くなった。さあ、チャンバで飛ばして 2C から空投げ入らず、あと 6B 届かず、2目の2倍だね。とりあえず中央でダウンを取るから透かし投げ、いや、できます、できます、大丈夫です、全然余裕ですよ。あと銀昇竜ラピカンでフォローして、今回はなんかヘルズファングの1段目の補正が緩くなったってヘルズを、コンボに入れて運びとダメ稼ぎみたいなのが、なんかソリューションらしい。なんでしたっけ、サイス、ブラックサイス、ブラックサイス、サイスは 6A テイクサイスってやると繋がる補正だったらサイスからまた拾い直せる。あれは別になんか当てながらってなんかパワーアップするとかそういうのはなし、もうないじゃないですかね、単純に回復するっていう。あー、シーノ君が俺はゲームを捨てたと。お寿司お寿司まあ 100% あったからね。100% あるからってさ、これパナスってさ逆に読みやすくない？まあ確かにと俺は思うよ。うん、だよね。だから 50% でちゃいこう。確かに確かに、ギルティーの青キャンと違ってね、空振っちゃうとラッキャンできないんで。そうそうそう、ね、初段一つでも当てないとラッキャンできないから、確かに透かされると。いや、しないです、リバサシないな、したことないな。いや、あるかもしれない。さあ、肩入れて飛ばして画面端、投げは抜ける。さあ、画面戻したんですが、ジャンシーが意外と強い。飛ばしてオプティックバレル、さあ、今回はノエルちゃんとオプティックバレルって言えてるんですかね。バレルめちゃくちゃ弱くなってませんっていうか、あ、弱いっすね。アタックも倒してないじゃん。そうそう、ちょっとだけ無駄みたいな。オプティックバレルっつって。さあ、バースハーク、まあ、やっぱね、バースハークよりかはやっぱね、何回も言うけどオーバードライブ使いたいっすよね。その判断はでも難しいよね。しゃがみくらいからなんか 6C 2段目届くようになってません。これさっき、うん、なんかさっき届かねえだろって思ったら2段目入った距離がね、そう深いみたいな。まあ、とりあえずシーノ君、なんだなんだかんだ言って勝ってんじゃねえかよ。で、またマダーフェイスで睨まれたからね。1-1 から俺マジ原君はバーストが4分の1ぐらいかな。まあでもたまるでしょう、たぶん。あ、青バーかねん。いや、あれは使うでしょ、さすがに。ちょっと痛いですよ、痛いですよ。何が入ったのか知らないから、俺青バー見たから、フーダジャップし、しゃがみくらい。いや、なんかでも、こう赤くなってからオーバードライブ強いから。まあ確かにね、なんかどれでオーバードライブって知らない効果は知らないです。オーバードライブはすればみんな強いんでしょっていう勝手なイメージファクターじゃないんだからさ。さあ、始まりに戻す。ノエルの足がなんか若干遅くなったように感じるんですが、気のせい、気のせい、絶対気のせい。カラーオピックバレル、やっぱみんなすはいいけど絶対奥攻め取れなくてかわいそうだよね。足なら強いんだろうけど、なんかみんな、あ、なるほど、チャンバーラピアスに拾えないが、ノエル使い特有のごまかし。そしてハラ君は、お、これ結構減りますよ。CS の頃からバスを取っておきたがり、あとったー、シーノ君が勝利と。素晴らしい、勝ったのはシーノ君。単純にジャンプしか出なかったんじゃないですかね。あ、マーティさん、マーティさん、高井さんのチーム早く来て。いや、俺今日初めてやったんですよ。はいはい、びっくり、そびえ出すクソですよ、こいつ。本当に。やめて。そびクソ、そびクソってずーっと言ってた、俺。あ、確かに、ハザマはちょっと楽できるのかなって気がしたけど。こいつのバックス、マジそびクソですよ。びっくり。オバヒアやつ。あー、なんだこいつ、びっくりって、カイジのモノマネしちゃうぐらいびっくり。強欲だこいつ、つって。さあ、立場に戻す。これ、町田にはアグラエルいるんですか。町田にアグラエルは、ESP さんが時々来てくれるかなっていう感じで。おと、タッチカウンターヒット、空中から拾う、飛ばして、オブディックバレル。あ、結構減る。これは、
リボルバーブラストからジャニシー。いやいや、回して回して腹 2B? 分かんないんですよね、これ技が。そうね、俺も 2D かなみたいな感じ。これが多分 6D か下段かなみたいな。そうそうそう、よく分かんない下段かな、何で弱点、弱点何みたいな感じなんですけど、これってなるって天地魔刀の構えみたいな。そうそうそう。さあ、この、突進技が、当てると有利という素晴らしい技で、なんかすごいヒットストップかかるんですよね。なんで、なんか直行すれば結構有利取れてんじゃない。あ、どう、これは白くん素晴らしい。直行すれば有利らしいんですが、かっこいい、かっこいいですね。ちょっとまあ、なんかヒットストップ長すぎるんで、なんか反覚しづらいっていうか、反覚っていうか行動しづらいっていうか、そんな感じですかね。さあ、タッチ D が中段でございます。中段で変なマークがついて弱点がつくと、弱点がつくと、いろいろね、このアズニャンの攻撃が強くなると、今のジャンディが跳ねたりします。で、2つつくとガーフが追加されますよみたいな感じらしいです。詳しくは知りません、ごめんなさい。間違ってたらコメントがなんかで、死ねみたいな死ねはやめてや、死ねはやめてください適当なこと言ってんじゃねえ。これも結構減る。さあ、白くんなんだかんだ言って強いぞ、やっぱり。さあ、ブリックされる、ダッシュ拾ってお決まりのジャニシー締め。さあ、ジャニシーハイジャンプで高めに出せばもう一回空中制御残ってるみたいな、対空ずらしみたいな感じで結構使えるっぽいですね、さっき見てたの。さあ、ソビクソソビクソ言っといて、なかなかいい勝負されると、あとこれ、天地窓の構え、多分全然違うんだろうけど、天地窓の構えは。あー、これはマサラから肩入れて、ガチ E で締めて、小刻み、中段ガード、あら、素晴らしい。あとアサルトスルーがフットバックになったんだ。これ昔、中段から D って出せたんだっけ、ノエルって。ノエル、これから、あ、いや、出せる、出せる、え、そう、出せるよ。あ、そうなの。中段から 2D とかやられてた気がするんですけど、俺はまだ死なないんで、あとディストーションドライブ地面、あ、寝っぱなし、補正が切れている。あー、シーノ君残念。あー、あれ補正切れちゃうんだ。じゃ勝ち確だったのさっきカードを買ったんだよっつって俺に見せびらかしてきたけど、はいはい、買ったのが普通のネシカっていう、もうないからね、あれね、テーブル柄じゃねえのかよ、みたいな。さあ、やっていきましょう。第3試合目、ワンピー側が、ESP さんのアラクネ、アラクネじゃねえ、アズライル。ツーピー側が、あ、下段なの、アンティのニューと、ニュー13と、新キャラ、本日解禁。さあ、シックルが、昔の、ニュー、ね、ね、ニューになっちゃいましたね。下段になって、早いと。ステオ2が、さあ、新キャラなんでね、結構分かりづらい。4B がすげえ遅くなりましたね。さすがにまあ、それでも僕は当たるんですけど、なんか1段目はなくなったらしいですね。あ、そうなんですね、うん、へぇ、そっかり遅くなったっていう。さあ、殴ってから中段、あーと弱点2つつけて、スターティングはガードが緩いんでちょっと端に来ちゃうと、あとなんとか逃げて、全然で逃げる。立ち回りはね、結構ね、嫌なことしてきますからね。あー、今のあのね、対空ずらしもこいつ持ってるんで、なんとかそうってるんで、ちょっとふわって上がってライダーキックしてくれみたいな。へぇ、 あれね、あれ強いよね。さあ、これは、あー、強い、デッドオンタイムだった。さあ、これですでに虫の息、 D が当たって、アクタパルサーから投げる、食べまして、さあ、バソワンチャン、ワンチャンある。さあ、これはなんとかなんとかさあ、4P 簡単いっとかない、拾えない、頑張れ。さあ、シックルで距離離して、さあ、突進が怖い。 4B スカルガナシから 2B ガギャン、特有のあ、きついよこれ。あー、最後は空投げ、ジャンプ読んでいた。あれ何だったっけ、剣がいっぱい出てくるやつは何でしたっけ。レガシーエッジ、レガシーエッジ、なんか車の名前みたいっすねさあ、天地窓の構えで D を透かして、あー、これ強い、スパークボルトじゃねえか。中段から下段、さあ、弱点2つついちゃったんでかなり怖い状況。これ弱点ついた時にアズラエル殴れば弱点消えるのかなと思ったら全然消えないんですよね、これびっくり。あと、アンティ君、さすがにね、全然今日解禁のキャラなんで、なかなかモードチェンジを使いこなせないよねみたいな。あ、そっか、ほぼほぼラムだ。あ、なるほどね。さあ、立ち回りで勝負をするしかない。わかんないわかんないわかんない。さあ、中段ガードからガキャーをかわされて、トッシマさん 2C 下段、あ、わかんないわかんない、あ、わかんない、ずっと固められて、中段から
アクスボンバーみたいなやつから、あと青浜ライブ。これはシックルがね、置き攻めできないからこれ。さあ剣が2本になるんですが、それが何なのっていう感じ。なんかアーサーでユリフレーム増えてるとか、8D から 4D シックル、さああるのか。さあ出し前戻せば、長年培った俺の、最後アクトバルサーから投げで、多分なんか投げ抜け仕込みかなんかが漏れちゃった感があるんすかな。まあ詳しいことはウェブで指揮者の方に。勝ったのは ESP アズラエルと。荒くねって言いそうになるな。なんで荒くね。あ、赤負けたチームがスタートボタンを押してください。さあカードは斎藤ネタ、ワンピー側が ESP アラアラクネ、また言っちゃった。アズラエル、テピー側が、ズダ君のラグナと。ラグナ本日2回目。さあこのバックスで、さあしかもステップにねジャンプキャンセルがついてるみたいな。ジャンプキャンセルキャンセルでバックス読んでね、ジャンプキャンセルキャンセルして裏回って殴る突進技やるとめくりで、ね、殴れるっていう。なんだよ、アラピッチョした方が良かったんじゃないかと思ったけど、まあ、詳しいことは詳しいことは指揮者の方に。あーなんかそれだけで死んだのか、それだけで死んだのか。アンザ君、あとこれは踏んで踏めなくて、あー天地まとの構え、ラピキャン、あー使ったけどまだ。あーなんだめくりは、なんなんすかね、強いね。なんか顔出せるんだよ、ね、あの外国人特有の顔文字っていう。顔出せるけど、確かにスパイクができなくて踏んで、さあ弱点がついてるんで中段食らっちゃうとなかなか痛いことに。ゲラン、あらコパンはまれているが相手はマックスで、あー立ちに当たって、あれが中段で弱点ついてるとこんなにつらがっちゃいますよっていう。あー死んじゃう、あーなんかよくわかんないうちに終わっちゃいますよみたいな。さあ勝ったのはESP さんのアズラエルと。まあ技名全然知らないんですけどね。あの天地的の構えがグローラー、グローラーうぬってのだけは我々にはもう一応わかるみたいな。なんかレオノイコのステージ、ホーネットがよくわかんないです。さあやっていきましょう。ワンピーバーが ESP さんの、アズラエル、スピーガーが、サダナミ大先生のライチとめくり当たった。あ、これガード緩いからね。おまた、あ、あ、拾える、素晴らしい。ガーラー、戦利進士をして、あ、なんか棒が、挙動が結構変わりましたね。なんか、今までだったらこうやって直線的に来たけど、なんか今ライチのちゃんと軌道グネ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 来てたから変わったなってちょっと思いました。さあ、昇竜は抜ける、抜けられる、ワンチャンあるよ。投げから棒が邪魔してくれて、耳から変わったクラッシュリガーガードガード勝利ボカされて、さあ天地的の構えを警戒したんですが、あれ結構スキルそうだから殴りに行けたっぽいけど、さあこれが強い体育ずらしから投げ空投げ踏まれて、さだなみ大先生が、さだなみ大先生ここで止めないと若干厳しいですよ。西から 6D バッテナチュラルキャラできますね。京子くん勝って勝って勝って温まるかね。あーと棒を吸って、あ、なるほどね。ダウだな。グローラーなんとかは飛び道具当たりみたいな感じで飛び道具吸収できるんですね。飛び道具吸収があるね、強いじゃん。さあ 2C、 多分 2C だと思うんですよ。あーめくり、さあ思い切ってバースト投げ抜けて、素晴らしい。これ裏、あー懺悔してほしいですね。あーくなげ、これは、あー死にますね絶対。顔ピカピカしてるんだけど、あーこれはこんな振りかぶったら逆に弱いだろ。何言い出したのこれ。あったのは、ESP さんのアズラエルと。さあ快進撃止まらない。うん、そうそうそう、こういう感じ、まあ、カチカチで当たるだけなので。
バレットずっと僕あの後ろのヒラヒラ尻尾だと思ってたんですけど、あれベルトっぽいっすね。ただのベルトですね。なんだよ。ウビジェピさん昔はうちの大会出てくれてテイガーだったかな、その時は。あ、そうなんですか。うん、まあ投げキャラっすからね。そうですね。さあ、ワンピガーが、快進撃を続けてる ESP さんのアズラエル、トゥビガーが、MJP さんのバレット。さあ、弱点2つつけられるとかなり怖い。あとあれは何なんだろうな、あの頭突きは。あの頭突きも中段。あ、中段じゃない、さすがに。さあ、これは思いっきり殴って使ってからの、あーそう、嘘でしょ。中段3つしかないからって、中段3つもあれば十分ですよ。さあ、これ、タイグズラシ。タジミータイグ。西、もうあの、西とね、あの、6D、西 6D ってやると、西が渡されても、6D 中段が待ってるよみたいな。で、西当たれば 6C で弱点つけられるんですよ。なんか、結構不快な感じで、非常に不愉快。不快な感じ。さあ、殴って、おっと。さあ、なんとかヒートゲージを貯めたい。そうですね、レベル2ぐらいにはしたいんですが、攻めが止まらない。最後は思いっきり振りかぶってからのマッパハンチと。あー、森見てるか。いや、リアル森見てるか状態だよね。まだ早いよ、まだ早い、まだ早い、確かにバージルレベルじゃない。